熊本地震被害地域情報、阿蘇大橋失い、集落消滅の危機、新しい橋はいつ、どこに、南阿蘇黒郷地区、熊本地震で崩落した阿蘇大橋、熊本県南阿蘇村、野田元にある同村の黒郷地区が、地域消滅の危機に直面している。村を襲った4月16日の本震から半月が過ぎた1日、地区から住民や東海大学生の姿がほとんど消えた。大橋と大学が再建されなければ地域はこのままなくなる。区長の竹原光弘さん、55、は故郷の未来像を描けないでいる。深い渓谷と山々に囲まれた黒郷地区、押しつぶされたり、倒れかかったりしている家屋やアパートが目立つ。道路にも無数の地割れ、家の片付けに訪れる住民や学生がポツポツいる程度で、野鳥が静かに鳴く。阿蘇大橋が開通すると一変。地区はもともと約25世帯が農業を営んでいた。今は大学の校舎から徒歩15分圏内にある学生村の下宿とアパートの総数は68軒。アパートごとに毎春、大家主催で卒業パーティーや新入生の歓迎会が開かれ、ボーリング大会や夏のキャンプも企画される。農業兼アパート経営の竹原区長も全国に散らばった卒業生の結婚式にたびたび招かれた。学生も含めて黒郷は大きな家族だった。観光の玄関口だった大橋は住民の生活地でもあった。家族の崩壊を招いた地震。大学は6月末まで休校を決め、学生は全員が親元へ戻り、住民は地区から離れた避難所で別々に暮らす。民の声に続く。